賞状とトロフィーが贈られます。おめでとうございます。さあ、それでは関口さんに受賞のお言葉をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。おめでとうございます。ありがとうございます。なんかしゃべれ。はい、せっかくですので、まずこの賞の受賞された喜びなど一言頂戴できますでしょうか。はいはい、素敵な賞をありがとうございました。今ご紹介いただきましたように、気がついたら36年と6ヶ月番組やっておりました。やっておりました時は別に長いなとは思っておりませんでしたが、終わってみると長いですね。始まったのは昭和でございました。ですから携帯もスマホもない時代だったんです。よくここまで続いたなと思います。どちらかといえば秋っぽい性格なんですけど、これは正直な話、飽きなかったんですよ。なんでかなって終わってから考えるんですけど、またこれそれだけ私にとりましてはやりがいのある仕事だったのかな。毎週毎週起こってくることを、まあ、まとめて視聴者の方にお伝えするっていう仕事が、なんか私にとってはやりがいを感じる仕事だったんだなと、そして毎週私はそこで勉強させていただいてたわけだから、逆に番組に非常に感謝をしております。ありがとうございました。本当におめでとうございます。ありがとうございます。今関口さんのお言葉にあった36年のこの放送、まあ、経験数限りない、いろんなことがあったと思うんですけども、特にこう印象深いエピソード、何か一つ二つ教えていただけますでしょうか。一言じゃ言えません。36年ですから、もういろんなことありすぎて。そうですね。それはまたゆっくりどっかで聞いてください。サンデーモーニングといえば日曜日、家族で見ていた印象があるんです。親しみやすい、まあ、時事問題という印象が私の中でもあったんですが、伝える時での、まあ、意識されていること終わりですか。いや、もうただ1週間を、はい、できる限りうまくまとめてお伝えするってことに専念してましたから、それがまあ日曜日の朝の雰囲気に合ってたのかもしれませんね。家族みんなで見られる、そんな時間帯だったなという印象です。かもしれませんね。はい、関口さん、今の番組をご卒業されて、自由な時間が少し増えたかと思いますけども、やってみたいと思っていたこと、何かなさったりされてるんでしょうか。まあ、一つ BS で新しい番組を始めたんですけどね。でもやっぱりこう36年の穴がポカッと開いちゃったところはまだ埋まってません。でまだどうしてもテレビ見ると情報番組見ちゃうんですね。で、この問題はどうやって扱えばいいんだろうとかなとかって考えてるんですよ。で、そうか、もうその必要ないんだなと思うのが寂しいね、逆にね。そんな感じです。我々視聴者も本当に寂しいなと思う、本当にありますけども、でもまた次のステージでご活躍ということですが、どうでしょうか。このテレビ番組、こう司会をするものがこう持つべき矜持っていうのは何だとお考えですか。ん、何ですか。司会者が持つべきこう自信や自負など、こうどんなプライドを持ってやったらいいとお考えでしょうか。難しいね。それもそんな簡単には言えないんでごめんなさい。我々はまだまだ見つからないですよね。そうですね、まだ探してる段階で、はい、勉強させていただきます。はい、いや、たくさんいいことを教えていただきました。はい、ね、もう課題がいっぱいありますよね。カチカチに我々がなってしまいますけど、どうでしょう、今日は本当に YouTube などでも配信されてますけども、これからこう司会者をこう目指す、喋り手を目指したい、そんな方もいらっしゃると思いますが、そんな皆さんに贈る言葉を最後にいただけますでしょうか。贈る言葉ね、いや、それもね、そんな簡単には言えることじゃない。
まあ、なるべく自然におやりになってくださいという感じかな。私たちも自然にやりましょう、そうねどうもありがとうございました。どうぞ皆様、滋賀の武将、大きな拍手を送りください、はい、それではここで報道陣のためのフォトセッションをお願いしたいと思います。恐れ入りますが、関口さん、この後ですが、正面向かって右手の方向に目線をお願いいたします。カメラマンの皆様、お願いいたします。あ、今ですね、右手のカメラマンさんがお写真を撮らせていただいてますので、はい、そのあたりに目線をお願いいたします。オフィシャルのカメラにも目線をいただければと思います。ありがとうございます。では真ん中のカメラに目線を関口さん、お願いいたします。はい、真ん中の方にお願いします。あ、トロフィーの方を、はい、お顔の方に近づけていただけますと幸いです。はい、ありがとうございます。では最後は正面向かって左の方に目線をお願いいたします。はい、よろしいでしょうか。ありがとうございました。滋賀信夫賞でした。どうぞ関口さんに大きな拍手をお送りください。